あ、元気そうやね。はい。え、一本走ってみてどう？まあ、ちょっと、前回の熊本記念は、うん、前見日すごい感じよかったんですけど、うん、まあ、それの手応えほどではなかったですね、うん。まあ、見た感じではね、あ、ちょっと様子見ながら走ってるなっていうふうに見えたんだけど。まあ、感覚はそこまででも悪くなかったですね。うん。はい。ね、あの、初日あたりはね、なんか無理しないでこう流れに乗ろうかなっていう中で、はい、あ、一応本人これぐらい踏めたら納得かなっていう、なんかそんな雰囲気だったんだね。一応2コーナーから踏もうと一周したんですけど、うん、全然出なかったです。まあでもそれでその後ね、はい、しっかりとレースね、作ってやってたし、さすが松浦だなというふうには思ったけど、まあ、ちょっと準決勝は、下手なレースしてしまったなっていうのがありますけど。あれはね、ちょっとね、動きがね、はい、あの位置になってどうするかっていう。まあ、やっぱり状態が良くないだけに、他人任せみたいな、ちょっと感じにしちゃったんで、うん、まあ、本当良くなかったなと思ってます。うん、でもあれね、他人任せっていうか、まあ、行く気満々のやつがいたんで。そうなんですよね。ね、はい、じっと見てりゃよかったのに。まあ、踏み合うかなって思ったのが、ちょっと失敗だったですかね。スタート行かなかった時点でね。スタートは、いや、行ったんですけど、うん、全然取れなかったっす。逆にさ、はい、あれを自分で動く気がなくて、まあ相手にやらしておいてっていうふうに走ってれば、多分ね、開き直ってれば、結果は違ったと思う、うん。逆に自分で動こうとした分、うん、なんか位置が悪くなってしまったというね。はい、まあ、そのあたりはね、後でどうせビデオ見て、検討はしたと思うんで、はいはい、ね、そこらあたりがね、マスランの一番得意なところでもし、はい、でその後の練習はちょっと体調崩して、うん、あんまり練習できてないんですけど、まあそう、まあ同じ状態かなっていう感じはしてますけどね、うん、はい、じゃああとは、まあ今の力をね、はい、うまく使って走れる分で結果を残すと、うん、はい、まあ、出るからにはしっかりチャンスがあるんで、ね、はい、うん、まあ、組み立て次第で今何とでもなると思うけどね、うん、松浦みたいなタイプはどうしても先行しなきゃいけないわけじゃないし、はい、ね、まくりでも追い込みでも、はい、まあ、潜り込んでも大丈夫なタイプだから、はい、メンバー見て上手に走ってほしいなと、はい、頑張ります。調子悪い時の走り方は当然あると思うんで、はい、そのあたりをね、他の選手に見せつけてやってほしいな力だけじゃないんだぞと、まあ、うまく走りたいなとは思ってますけどね。で、そうするとね、レースの幅がね、やっぱみんな広がるし、うん、ね、みんなが油断しないで、レースを走るようになると思うんで、はい、今結構油断してるやつ多いだろう。まあまあ、ちょくちょくいるなとは思ってますけどね。ね、はい、こうなるだろうって勝手に思い込んでるやつがいっぱいいるんで。まあ自分もね、そうなってしまう時はたまにあるんで、気をつけないといけないですけど。そこらあたりをね。はい。まあ、この G1 レース臨む時の気持ちってやっぱり毎回、どう？まあ、今回ちょっとやっぱり弱気になりかけたところあったんですけど、うん、まあ、直前にしっかり気持ち入れ直して、うん、まあ、しっかり取りに行くっていう気持ちで、まあ、頑張りたいなと思ってます。気持ちの問題は非常に大きいよね。でかいです。はい、ね、うん、やっぱり G1 取らないと。はい、ではしっかりと頑張るというところを改めて不安の皆さんに。はい、まあ、状態は干潮にはまあちょっと遠いんですけど、まあ、しっかり自分のできる範囲でいい走りをして、まあ、結果を残せるように頑張ります。